今回はネドジュンさんが提唱する簡単に右脳体質になれるアファメーションを3つのレベルに分けてご用意しましたすべてコンプリートすると日常のあらゆる時でも自由に右脳状態でいられるようになり落ち着きと穏やかさそして真の自分らしさあふれる存在となり自分が大好きになっていきますこれまでエレベーターの呼吸やミニチップイメージなどをやってきたけどなかなかうまくいかない人は一度お試しくださいませ ちなみにこのアファメーションは少し前に公開しましたこちらの動画にも精通しておりワンネスへの近道ともなっておりますのでどうぞ期待してご活用くださいそれでは始めていきましょうとその前に皆さんにチャンネル登録のお願いがあります登録をいたしましたら新作通知が届くベルマークボタンのプッシュもお忘れのないようよろしくお願いします それではまず楽な気持ちで人差し指の指紋を見つめ焦点を当て訴えていきましょう私が唱えますのであなたはそれを念じていてください指よあなたはそこにいるそれを感じている私全体とあなたがここにいるいるここにいる いるここにいるこの瞬間ここにいるあなたがいるいる実在を感じるいるここにいるこの世界の中でここにある実在を感じている どううでしょうか、こうして意識を指の内面に向けていると右脳的な感じ方が少し長く続いたのではないでしょうか。意識の集中ポイントを普段使わない言葉によってずらしてあげると自動的に脳のアクセスポイントが切り替わるのです。これを日常のあらゆる場面あらゆる部位に対してやれるようになると右脳意識との同調が続き自然な流れで右脳体質に生まれ変わります。 でですので思い出したときでよいのでこれを習慣化していきましょうそれでは続けていきます今度はもっと指の内側の実在感を感じていきましょう指よあなたはそこにいるそれを感じている私全体とあなたがここにいるいる ここにいる、いるここにいる、この瞬間ここにいる、あなたがいる、いる実在を感じる、いるここにいる。 この世界の中でここにある実在を感じている。それでは一分間、水の音の一息揺らぎに癒されながら休憩しましょう。 はいこのループを何セットかやっていきましょうとにかく表面ではなく体内に耳を傾けるようにしてくださいもし佐野さんの自動思考に気がついたらにっこり笑って知らない知らない今ここと心の中でつぶやきとにかく無視し続けてくださいそしてここからが本番です指を楽にし 目を閉じて先ほどまで感じていた指の内側のイメージに対しアファメーションを行っていきますもし可能であれば目を開けたままでも行えると日常のあらゆる時でも自由に右脳状態でいられるようになり落ち着きと穏やかさそして真の自分らしさあふれる存在となり自分が大好きになっていきます是非ともトライしていきましょう指よあなたはそこにいる。 それを感じている。私全体とあなたがここにいる。いる。ここにいる。いる。ここにいる。この瞬間、ここにいる。あなたがいる。いる。 実在を感じるいるここにいるこの世界の中でここにある実在を感じている。 指よあなたはそこにいるそれを感じている私全体とあなたがここにいるいるここにいるいるここにいるこの瞬間ここにいるあなたがいる いる実在を感じるいるここにいるこの世界の中でここにある実在を感じている。 指よあなたはそこにいるそれを感じている私全体とあなたがここにいるいるここにいるいるここにいるこの瞬間ここにいるあなたがいる いる実在を感じるいるここにいるこの世界の中でここにある実在を感じている。